一強自民党は今自民離れにびくつき、深夜クラブ訪問参議院を離党させた。自民党の松本純衆院議員、大塚隆党国会対策副委員長、他の世帯同文部科学副大臣の3氏が離党する意向を表明した。緊急事態宣言下の1月18日夜、3氏で東京銀座のクラブを訪問していたことが理由という。発覚した際、松本氏は記者団に、陳情を受けたまわるという立場で一人で行っていると語っていた。嘘だった。松本氏ら3氏は1日午後、党本部で二階幹事長と面会。二階氏が3氏に離党勧告し、3氏は離党届を提出したと記者団に説明した。公明党の遠山清彦衆院議員、比例九州ブロックは1日、議員辞職願いを大島理森衆院議長宛に提出した。緊急事態宣言下の深夜に東京、銀座のクラブを訪れたことが批判を浴び、1月29日に党幹事長代理を辞任していた。遠山氏は1日、国会内で記者団に政治への信頼を深く傷つけたことに対して心からお詫びしたい。次の選挙で立候補する意思は持っていないと述べた。公館では支援する宗教団体婦人部から出所進退に関わる球団が相次ぎ進退極まったとも言われている。新型コロナ感染が国民生活を不安に陥れている中、政権与党の不祥事で自民党二階幹事長も事態を見過ごせなくなったか。今年になって地方の重要選挙で自民党は連敗中だ。沖縄県宮古島市長選、山形県知事選、昨日の菅内閣発足後初の政令市議選となった。北九州市議選では自民党、現有議席22、は公認候補22人のうち6人が落選した。東京都千代田区長選でも小池百合子都知事が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの海推薦新人候補に一蹴された。新型コロナウイルスへの対応などをめぐる政権への不満も逆風になったとみられる。与党内には年内に実施される次期衆院選への影響を懸念する声が出ている。浮き足立つ現職議員もいるだろう。何の役にも立たない劣弱野党とはいえ、国民不信が怒涛のように高まればどうなるかわからない。選挙による選択では時に冷静な判断をひっくり返すようなことが起きる。2009年の悪夢が再来するかもしれない。お聞きいただき感謝申し上げます。